たまにさ、だから文さん経由でさ、あの連載って、その、あの連載ってどうやって決まったのみたいな、どうやって始まったのみたいなの聞くときあるじゃん。あるのよ、今。はいはいはい、今、鈴川さん、いろいろ始まるときに。うん。そのときに聞くと、全然違う、誰、全員違うみたいな。やっぱそうなんだ。逆に参考になんねえと思って。いや、本当にさ、人の、漫画に関しては人の成功って参考になんなくないですか？なんない。だから、あれよ、成功例じゃなくて失敗例の方が参考になる。ああ、まあね、まあね、そうだよな。だ僕もう スパイファミリーとか鬼滅の刃とかめっちゃ読んでるけど、読み終わった後に面白いしか感想ないんだもん。な, ないないない。じゃあ、なんかこれ、みたいな。ここを盗めるとかまであんま思えないっていうか、なんかああ、面白かったーはい、普通に読んじゃったみたいな感じの。カッピーさんが鬼滅の刃から何かを盗んできたら大変だろ。急にこういったちが、なんか呼吸を使い出したら大変だろ。いや、そうっすね。なんかやっぱスタイルがあるから、うん。鬼滅も相当あれ特殊な構成してるじゃん。だってあの漫画ページ3コマとかだね。え、あ、そんなテンポか。そう、ページ3コマとかで、その代わり意外と1つのコマに3つとか4つとか吹き出されてる。なんかどっちかっていうとさ、今の流行りって、例えばセリフが4行あったら2行ずつに分けるみたいなのあるじゃん。ああ、分けます分けます、僕も。2行ずつに分けて、こう、なんかこう、同じ丸の中でアウトラインだけ繋がってるだけみたいなの、流行りっていうか、一応そのスタイルとしてあるじゃん、みんなやってるやつ。じゃなくて、なるべく分けるってやつですよね。そうそう、鬼滅って4行ぐらいのセリフがポンポンポンってあったりするの、1つのコマに。意外とジャンプ漫画って多くないですか？あのドラゴンボール久々に読むと行数の多さにビビるっていうか。ドラゴンボールビビるぐらいセリフ多いじゃないですか。ドラゴンボールのセリフやばいんですよ。あの今だと絶対編集起こるぐらいの感じで、なんかあの本当に 6行ぐらいのセリフをなんか平気でなんかトゥルンってやってるじゃないですか。今だったらせめて吹き出しをこう分けるだろうみたいな。そう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 、一つでこうやっちゃうじゃん。うん、なんか、この、10秒あるみたいなさ。いや、ドラゴンボールやばいっすね。ドラゴンボールもやばいし、遊戯王も相当やばいし、はい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 、あの時代のあの世代の漫画っていうか、やっぱセリフ多いよね。うん、なんか、多分、大の大冒険とかが相当整理されてるレベル。ゲーム読んでる時に4行以上セリフあったら長って思わない。いや、思う。そんな勇気ない。俺も5行になっちゃったらセリフ削りますもん。そうそう、5行になったら、あ、なんか俺に問題があるんだって思っちゃう。そうそうそう、5行のセリフなんて俺には早いと思っちゃう。読ませる自信ねえと思っちゃう。なんか5行読ませていいほどそんなっていう、そのなんか自分のセリフ力に自信がないみたいな。違うけど、厳密に言うと違うけど、まあ、大体そんな感じ。そうですね。あのね、前なんかで、質問でもあって、答えられなかったことがあって、漫画家になるにはどうしたらいいですかって、僕なんか普通のパターンじゃないから、なんか うまく言えないなと思って。でも俺もほら、それで言うと、コメン勇者だからと。え、なんでしたっけ？どんな感じでしたっけ？最初。いや、俺は、もともと三輪が、その、リンさんの担当ついてたのよ。ああ、そっかそう、作画の二宮さんが。で、俺は もうね、かれこれ十何年宮と友達やってるから、はい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 、で、俺が最初もう東京出てきたはいいけど、もうちょっと俺いいかなと思って帰るって言ったら、うん、私の担当してる人と会えないみたいな感じになって、へぇ、で、それに合わせてネーム書いてって持ってってパラパラパラってみたいなの見て、うん、何じゃないですか。リンさんの、的確な、その、あの感じあるじゃないですか。その、いけます、いけますとか、あれ、最初信用できないですよね。最初、あまりにも軽いから、そうそう。大丈夫って思うんだけど、やってると、ついてきますってなる感じ。本当にそう。なんか、リンさんの実績知らないと、そう軽く言われるから、なんかドキドキしちゃうよね。ドキドキ。そうそう、だから、その漫画家にどうなるかっていうことで言うと、今はでもあれが一番早いでしょう。もう投稿か、ツイッターに漫画載せるかどっちかでしょう。なるほど。
なるほどね。でも漫画家さ、大変だよね。いや、さっきね、そのちょうど、うん、なんかね、ウーバーイーツの話してたんですよ。全く関係ないけど。ウーバーイーツ、ウーバーイーツでなんかビジネス、あの飲食店始める人、その相談みたいな感じで話してたんですけど、うんうんうん、ウーバーイーツって手数料何パーだと思います ?30?40 なの。40? だって、ちょっとこれわかんない。あの、俺もさっき聞いた話だから、正しいかどうか確認もしてないけど、あの、40だって。と思って、げつねーと思って。だから、ってことは、あの、その人は、あの、印税で言うと 60% なわけじゃん。そう考えると、漫画家って印税 10% じゃないですか。10%。だから、まあ、あの、別に、そうじゃないって知ってるけど、あの、はたから見れたら誰かが 90% 取ってるって感じじゃん。まあ見え方としてはそう、ね、見え方としてはそうじゃん。まあ、実際 うん、そんなあのアコギなことは誰もしてないんだけど。してない、してない。トータル、だからその、ウーバーイーツも、その、いや 60% しか残んないんですよって言われて、って言って、多分なんか理由があるんだろうけど、いろいろ、いろいろ、あの、メリットもあって、それだから、知らないとええだけど、それで言うと漫画家 90% もどっかにとなんか行ってるって考えるとやべえ仕事だなと思いません、まあ、やべえ仕事だけど、その今だとちょっと違うよね。例えばその Amazon Unlimited とか、そのなんて Amazon のさ、そのインディーズみたいなやつとかもあって、うん、そこだと結局取り分めっちゃ多かったりとか、 Amazon 転売にすると多かったりとか、逆に、それこそナンバーナインがやってるみたいな、その、100以上のスコアにバーって、原稿配信してみたいな、取り分自体は多くできるけど、でも出版社の仕事をするっていうことは、その出版社に一番最初に、その、広告とか、その、広告宣伝費から、原稿料から、単行本とか、全部先行投資してもらうっていう立場だから。そうですね。結構、なんだろうな、俺は、その、一時期の、結構あるじゃん、なんかさ、出版社がひどいみたいなさ。ありますね。なんか、あるけど、定期的にありますね、ツイッターとかで。そう、あるけど、俺は、その、なんだろうな、漫画家さんは多分、自分が投資されてるっていう感覚がないんだよね。いや、そうだと思います。だって、あの、江藤さんとはね、よくこの話した記憶あるんですけど、あの、集英社で漫画描いてる、かなり大半の漫画家は、あの、小田栄一郎先生におごってもらってる感覚だと思うんですよ。らしいね、なんかどうやらね。まあ、今で言うとね、鬼滅の刃の作者さんとかにがバコーン稼いだので俺らが育ててもらってるって感覚だから、そんな感じ、そんな感じ、あの、そりゃ文句文句も何も、なんかあの早く稼ぎてみたいなね、早く主演者に恩返ししてみたいな感じ。そう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 、そうだから、なんだろう、そのもちろんその損益分岐点が何万部みたいなのがうちらは数字として知ってるから、うん、それを超えたらやっと、なんだろうな、よかったなっていう気持ちになる。そうですね、だから、あの、分かります、あの、僕も江藤さんも多分ちょっとビジネス寄り の思考回路だから、うんうん、結構気にするじゃないですか。するね、お金ってやっぱ重いから、うんうん、だからその多分気にし方が多分僕割と結構趣味が合うというか、あの、なんか俺がもらってる金少なくねとか、なんかそういう話じゃなくて、なんかあの、鬼滅の刃いくらもらってるらしいよとか、そういう話よりも、なんか自分が稼いだお金がどう出版社含めて巡ってるかが気になるっていうか。うん、気になるしね、その、なんだろう、いろんな人にやっぱり支えてもらってるっていう意識がすごく強いし、もともとはなんか、俺は究極、漫画家さん、まあ、失礼な話になるかもしれないけど、妄想ってお金をもらってるから、そうですね。そう、だからなんか、で、その妄想に投資してくれって言ってるわけで、原稿料とか、そういうの含めて、うん。だから、参考本とかもさ、その、まあ、今は結構電子で、その、売れただけのお金が入ってくるけど、その紙の時とかは結局、これぐらいの見込みですとか、出版社がその自分たちに対して投資として作ってくれるわけじゃん。で、売れ残ったら、それは出版社が被るわけです。作家は被らないって。漫画家は別に漫画が当たんなくても打ち切りになるだけで、その、マイナスにはなんないけど、出版社は平気でマイナスになっちゃうから、なんかその辺、リスクの取り方が違う分、
漫画大変だけど、うちらほら原作者で言うて、その出版社、出版社で言うと、で、それで考えると、俺はこれから先は、その、絵は余ると思ってるんですよ。あー、それはでも正しいかもしんない。で、話は足りなくなるのよ。それは正しいかもしんないなぁ。だから、まあ、少ない、まあ、少なくない、あ、ちょっとわかんないですけど、あの、なんか原作者と思ったよりいないなと思って。いない。僕だから、あの、原作者ので仲良くさせてもらってるのって、伊藤さんぐらいですかね、多分。そうだね。俺はね、あと、もう何人かいるけど、例えばその、ケンガンアスラのヤバさんとか、はいはいはい、東京ボーイズのフーアイ君とか、はいはいはい、AOK のみずほさんとか、その、原作者で知ってる人も、うん、まあ何人かはいるけど、やっぱ総数としては全然少ないのと、その、打ち合わせとか行っても、これだけ絵が描ける人がいますって言って、選べますが言われるわけよ、やっぱ。やっぱり、話が不足してて、絵はやっぱり余っていく傾向にある。それはなんでかっていうと、途中からネームが描けなくなるから、みんな。それはなんでなんだろう。なんか、心折れるらしいよ。まあ、俺はちょっと一回そのネームが描けなくなったと思って聞いた感じだと思うその、連載会議に通らなくなると、心折れてくるみたいな。で、そうすると、心折れてるタイミングで、こういう原作の話があるんだけど、どうって絵が上手い人とか声がかかるから、うん、それでいけるけど、みたいな。だから、二船さんのパターンとか、相当特殊でした。二船さんは特殊。多分、前例ないんじゃないかな、あの。ないと思うね。ああいう。そうそう。だから、なんか、絵は、でもやっぱり、二船さん、俺はもうすげえ、初見でめっちゃこの人受かってくれと思ったからさ、あの時。うん。だから、なんか、でもやっぱりそれは、他と違ったじゃん、あの人って。違った。なんか、ね、出身地が違う感じがした。そう生まれが違うなと生まれが違うなって言っても、あれちょっと学校同じ系統だったんでしょ。同じ系統って言いました。系統って言った。ああ、今音楽系統って聞こえて。違う同じ系統の学校でさ、なんかさ、そうその話してたじゃん。そう実は学生時代にニアミスしてたみたいな話ですよね。そうだからニフニさんはその今のカッピーさんになる前のカッピーさんを知ってたっていう。あの学生団体のやつの時の僕です。そうだから、まあ、あれは相当特殊なパターンで二船さんの場合はなったけど、結構それが僕の数少ない自慢というか、二船さんが絶対上手くなるって分かってた俺すごくないっていういやでもそうすごいし、なんだろう、やっぱ二船さんはが応募してきてくれて本当良かったですよ。いや本当にね、まあ、もっともっと上手くなると思いますけど、でも俺が見つけたんやでってずっと言うよ決まった時にさ、決まった直後ぐらいに最初あれアントレースの募集だったじゃん。そうです、うん、で、アルテさんとニルニさんが俺どっちもいいと思ってて、そしたらその後直後ぐらいに多分2人で飲み行くタイミングみたいな、2人じゃねえや、3人ぐらいで飲み行くタイミングがあって、その時に、決まったんすよって、俺がめっちゃ喜んだっていう。そう、あの時、二船さんが左引きねえねえの作画で決まって、アントレースは、ハルセさんに決まりましたって言った時、報告した時、江藤さん、なんて言ったか覚えてますか？え、俺、なんて言ったっけ？やったーって言った。やったーって言ってた。もう、すげえ覚えた。多分言った。上手くなるだろうな、お二人とも上手くなるだろうなって、すごい作家になるだろうなって思ってたけど、でも俺自身が経験ないから、俺の自分の判断に自信、100% の自信はなかったから、なんかちゃんと江藤さんとかが、だよねだよねって言ってくれて、でしょみたいな。やっぱそうっすよね、やっぱそうっすよねって言って。いや同じ馬券買ってたみたいな。そう、あ、同じ、よかったみたいな。でもやっぱり、ネーム書けないんだけど、でもそこまで言う人はやっぱり生き残れない。じゃあ、作画家としても。だからやっぱりどうしたら絵は余ることになっていくと思う。そうですね。だから話、俺、でもみんななんか最近 YouTube やってるから、俺もやんなきゃいけないのかなと思って、やるんだったら、でも、あれ、その話の作り方を説明するチャンネルをやりたい。あー、めっちゃいい。僕めっちゃ。俺最近ノートに結構書いてるから、うん、だからそれを普通に動画にするだけでも面白いな。いいですね、楽しみ。だからそういう意味でも、ちゃんと俺は、まあ、もう
来月から始まるけど、その、うん、現役としてやっていくぞっていう、現役じゃないと説得力ないから、俺の中で。あの、なるほど。そう、だから俺もちゃんと現役でやってて、現役でやってる人が言ってないとダメだからっていうのもあるし、あとやっぱ仕事してないとなかなかみんなとこう、なんだろうな、胸張って会えないでしょっていうのもあるから。まあそれがなんか漫画家の差がですよね。なんかそのやっぱ絶え間なく連載 し続けるのも不健康だし、特に原作者は休み必要だと思う。ああでもまあそこかもしれないね。まあ話さっきの話でも戻るけど、やっぱ切り替えが大変だから、ね、やれてる人もすごい。例えばあのデュララとか書いてる成田選手とか、成田先生さ、あの人さ、なんか月に12回締め切りが来るとか言ってたの、一時期。マジで人間すごいな。って言ってたし、そうそう。だから、あと、俺のその友達のさ、そのバンゲロと一緒にやってた鏡京介、一時期2個連載してたのよ。はいはいはい、鏡2つ連載してたの、同時に、その漫画の原作を。ああ、すごい。片方は文字原作で、片方はネーム原作でやってて、俺そのネームの書き方はあいつのせいってたんだけど、うん、で、その時はでもやっぱりあいつ死んでたもん。いやー大変ですよね、やっぱ原作2つ。でもなんかやっぱせっかくね、原作作が分かれてんだったら、なんか2本ぐらいやりたい気持ちもありますもんね。やりたいね。どうしよっかな、まあ頑張るしかないけど。まあ俺もだからそろそろ多分、リンさん、まあ俺はだからもう一回リンさんとミアと、あともう一人その時手伝ってくださってるアシスタントの方と、はいはいはい、はい、チームで、もう一回、その4人のチームでもう一回連載絶対したいなっていうので、まあ、俺がお任せしてる状態みたいな感じになってるから。いや、絶対してください。マジで楽しみなんで。やっぱ、なんか、まあ、江藤さんのいろんな組み合わせ、作画の人のいろんな組み合わせ見てみたいですけど、やっぱ、終局エンゲージの時の読み味がすごい好きだったんで。そうだね。あいつ、うめえからな。うめえって早いからな。マジでうまいんだよな。うまいって早いよ。あいつ3日に上げてたからね。僕もちろん書いてるとこは見たことないじゃないですか。はい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 。やっぱ江藤さんからその三輪さんがどんだけ早いかとかどういう書き方してるかって聞いて、言ってた。最初俺江藤さんを虚言癖あんのかと思ったの。そんなわけあるかいと思って。そんなわけあるかいと思ってたけど、マジなんですよね、あれは。しかもアシスタントがその一人っていう。いや、マジ異常だよな。その人もおかしいしね、なんか。だから、よかった。それでなんかずーっと最後まで、なんだろうな、すごいずーっと楽しくやれたし。あれね、2巻ぐらいの段階で5巻でまとめましょうってなったから。ああ、そんな早かったんでしたっけ？そうそう、だから、めっちゃ時間あるやんと思って、なんかあと3回で終わりとか言われるもんだと思ってて、最初。終わるときって。だから、ええと思って。だから、ねえ、すごい良かったっていうか。だから、まあ、読んでくる。綺麗に終わりましたよね。まとまりましたよね。で絶対怖いのがやっぱ、わざわざ1巻とか2巻を買ってくださった読者の人に、買って損したと思われるのが一番やっぱ申し訳ないから。そこも本当に難しいところで、僕だから本当ジャンプスクエアのアントレースの方は、はいはいはい、まあ多分数字言っちゃいけないと思うんで言わないですけど、これを越さなかったら打ち切りっていうのを連載始まる前に聞いてて、うんうんうん、このハードルが本当に度肝抜くぐらい高いじゃないですか。そうだね、そうだったね。でやって、やっぱジャンプと名の付く媒体って、だから、はい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 、ジャンプファミリーの中では、ジャンププラスは多分すげえ牧歌的だと思うんですけど、まだ優しい世界だと思うのよ。なんか、雑誌じゃない分、物理的なページ数が決まってない分、うん、もう少し見守ろうか枠があるから、あるある。なんかもう、新連載始まるからバーンみたいなのはないじゃないですか。そうだね、やっぱだから紙媒体でずっとやってる人たちはやっぱ人間だよね。本当、化け物だと思うんですけど、だそれで、まあ、話戻すと、その、うん、そのハードルを聞いたときに、あ、これはもちろん長く書きたい、
長く書けるんだったら書く、準備はあるけども、ミニマムで終わらせる方向もちゃんと用意しておかないとダメだなと思ったんですよね。うん、だから左引き命連の方は左引き命連3回で終わらせろって言われたら多分もう高一死ぬしかないんですよ。なんかもう絶対無理だと思って。怖。でもアントレーソンの方はちゃんとだから3巻で、第1部にしようと思ってやったんで、もうだからやっぱりそこのハードルまで達することはできなかったので、まあそっちに切り替えて、じゃあ、そこで終わらす方向でってなんですけど、でもそうしない限り打ち切りってバツッと終わらさざるを得ないというか、やっぱりあと3割とか言われても無理じゃないですか、本当は。だから結構強引な、なんか伝説の打ち切りみたいに言われるのが生まれちゃうっていうか。そう、だからなんかめっちゃラッキーと思った俺。2巻の時点で残り3巻って言われたらすごいっすよね。むしろ過半数残ってると思って。そうっすよね、まだ全然いかようにでもっていう感じですよね。そう、ただその、まあ、行きたいところがもう決まってるのに、5巻 の、 ラストに向かって行きたかったから、なんだろうな、とにかく読者の方に誠実にやりましょうっていうのを合言葉にして最後までみんなでやってた。ああ、素晴らしい。江藤さんおっしゃったみたいに、その漫画って本当に厳しい世界だから、バツッと終わってしまう、意図しない終わり方をさせてしまうケースも山ほどあるじゃないですか。だからなんか終局演芸時5巻でちゃんと終わらせたってことは本当に財産だと思ってて、ある種一個保証があるというか、江藤さんっていうその原作者江藤の作品はちゃんと完結した実績があるっていうか、多分なんかそれがすげえ大事なんだろうなって思って、やっぱそれがないとなんかまた終わんじゃねえかって思われちゃうんだよな。むずいっすねこれ。なんか本人の責任じゃない部分も大きいから、なんか難しいけど。そうだね、なんか終わらせてよかったなと思ったのは、終わった後に割と、仕事しませんかっていう連絡が来たんだよ。おぉ。よそから。で、そういうことがあるから、やっぱりなんか、なんだろう、ちゃんと終わらせたっていうのは大事だと思う。そう、だから、そういうのもあったし、話戻すと、ね、早めにというか、可能な限り早くリンさんに連絡送って。そうですね、楽しみ。またチームで。まあ、リンさんもだから、あの人絶対偉くなるからさ、いつまでかわかんないから、現場に。さっきの話とつなげると、漫画家になるためには、みたいな話で、なんか Twitter とか SNS で漫画描くっていう方向もあるってさっきお話ししてたじゃないですか。インディーズ漫画を描いて、それをきっかけに仕事につなげようっていうのは、今後、ありだと思うし、どんどん生まれそうな気はするんですけど、その時にやっぱり終わらせるっていうのはすげえ大事だと思うんですよ。なんかウェブとかツイッター漫画って、まあ内容にもよるけど、そのなんか日常系だったら別に終わらせる必要ないし、でもなんか原作者とかストーリー系を狙うんだったら、一個終わらせるっていうか、まとまった話を書くっていうのは、なんか大事な気がしますね。終わり方にその作家性が出るっていうか、なんか。出る。なんか、そうだね。なんだろう。いや、俺今いろいろ考えてたから、なんか、今の終わらせるって話で言うと、でもワンパンマン終わってねえんだよな、そうか。確かにそうだ。とかあるけど、でもワンパンマンもう言うたら、部ごとには終わってるっていうかさ、エピソード単位では終わってるから、そういう意味ではすごい、なんか、あ、こういうふうに話を固める人なんだっていうのはもちろんもともとあったと思うし、かなー。でもまあ漫画家、でもなるのは楽しいと思います。なり方っていうことで言うと、なってみるのは楽しいと思う。その、話作りが好きならなった方がいいと思う。絵を描くのも好きで話作りが好きならなった方がいいし、話作りしか好きじゃなかったらネーム原作者がおすすめですね。あー、それはそうですね。僕もそう思います。でも本当にだから、その今後ネーム原作者の仕事は増えるかもしれないですね。なんか需要はすごいと思う。楽しいぞネーム原作者。楽しいですよね。本当に楽しい、めっちゃ楽しい。いやだから本当になんか
あんま信じてもらえないんだけど、あのネームやってて辛いと思ったことないんですよね。ない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 。ないですね。なんか多分なんかすげえ無責任なこと言うけど、辛いんだったらもしかしたら違うのかもしれないっていうか。いやでもそんなことによると思うけど、俺が思うのはきつい時はある。締め切りとか体力とかそういうことですか。あとなんかその何自分の感の悪さにイライラしたりとか、なんでこのページきれいにビシッとしたり決まんないんだろうとか、自分のその力のなさみたいなことにムカつくときはあるけど、うん、そのここのページ半日かかったよとかあるじゃん、たまに。やっぱり、うんうん、あるのよ。だからデスポジみたいな小回りとか含めて、うん、そういうのであったりとかはあるから、そういうときにきついと思うことはあるけど、そのなんだろうな、うん、負荷がかかってるっていう感じだけど、わかるわかる。仕事自体が嫌だなって思ったことは1ミリもない。もう二度とサラリーマンには戻れません。俺もだなぁ。俺もちょっと無理かもしれない。でも、二度と無理だなぁ。あのね、なんだろうね。なんかやっぱ、でも、俺は読者の人がいてくれることがやっぱりむちゃくちゃありがたいことなんだっていうのが、だからウェブでやって本当よかったと思った。あ、でもそうかも。ウェブの良さってやっぱり反応が出やすいっていうか、その、うんうんうん、別にツイッター上っていう意味じゃなくても、アプリっていう意味でも、反応をシェアしやすいですよね。その、そうそうそう。雑誌の感想をなかなかツイートしないっていう。うん。だからなんかそれがなかったら、もしかしたら、なんか自分の好きなように終わらせようみたいな気持ちになったかもしれないし。なるほど、なるほど。そうか、そうか。そう、なんか、すごい大事なことなんだと思ったんだよね。その、時間とお金を使って読んでくださって、コメントまで書いてくださるっていうことが、うん、なんか尊いなと思ってる俺は。尊い、そうっすよね。だからちゃんと責任というか、やっぱギャラリーが見えるから、ちゃんとそうそう、ちゃんと終わらせたいっていうのはすげえわかりますね。嬉しいよね、読んでもらうの。本当にそう。だから俺も原作版の第一部が終わった日はもうずっとツイッター見てましたね。あ、今から僕ちょっとエモいこと言いますけど、はい、最終回書いた日のそのツイッターのタイムラインで左引きのエレン検索してこう見てたんですけど、あ、これがスタッフリストだと思って、なんかエンドロールだと思って、うんうんうん、すげえ感動しましたね。本当にあの日は絶え間なくずっと感想が流れてくれてたんで、はいはい、そのタイムラインがずっと流れているのが、そのエンドロールがこう下から見て流れていくのとかぶって、お前本当に上手いな。たとえうまい、うまいって言うんです。たとえうまを。たとえがうまを。たとえがうまを。下手そう。漫画家なるのおすすめだし、なり方はやっぱり、なんだ、人それぞれだけど、出版社とやるのも絶対楽しい。あ、そう思います。うん、やっぱりなんかいろんな選択肢がある中で、やっぱりやるんだったら出版社だとやった方が、あとね、シンプルに同じ出版社とか同じ雑誌っていうのがあると友達が作れるっていう。マジでシンプルにそれは大事。そうだね、やっぱ楽しいけど、なんかたまにはなんかちょっと誰かに話聞いてほしかったりになると思うんで、やっぱ漫画家の悩みって漫画家じゃないと聞けなかったりするから、割となんかそういうこの雑誌、はいはいはい、結構僕も江藤さんも急に話に出しちゃうとあれかもしれないけど、アビスレイジの成田さんとか、うんうんうん、仲いいじゃないですか、うんうんうん、僕らめっちゃジャンププラス好きっすよね。好きだね。そうだね、好きっすよね。だからジャンププラス好きだね。媒体愛が強いというか。そうね、プラスってか、プラスはその外に出てからもっていうか、今ちょっと一旦離脱してる状態で余計に思うのは、うん、集客が始まった時よりレベル高くなってるし、エレンが始まった時よりレベル高くなってるし、どんどん、なんか、なんだろうな、新しく始まってる人たちのレベルがどん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 上がっていってて、アプリ全体がすげえ面白くなってるから、見てて、なんか、なんだろうな、御社で働きたいですみたいな気持ちになるっていう。ああ、でも、それっていい媒体ですよね。この雑誌に乗りたいみたいなのってすげえ、うん、だから、やっぱジャンププラスは、見ちゃう。見ちゃう。俺もね、ほんと毎日見てる。うん、ちゃんと。まあ、全部の感想をツイートするわけにいかないから。
まあね、まあね、そう。むずいっすね、なんかその、あの、一つの曜日で、あの、推しを作ってしまうと、どうなんだろうかっていうのがあるんですよ。はいはいはい。俺はもう、あれ、全体から食ってる。まあ、エレンは、俺が、なんだろう、原作とリメイクとあるじゃん。はい、で、それで、なんか、めちゃくちゃ、今回の話は、来た、だからこの間の115話とかもそうだけど、来たなっていう会話も絶対、こう、なんかこの回から読んでも損しないぞっていう時は、なんかリツイートじゃないけど、ツイートする感じで。ありがとうございます。で、あとは、俺恋するワンピースとか、うん。早乙女姉妹は漫画のためならとか、なんかあの、ちょっと、なんだろうな、クレイジーなやつ。はいはいはい。なんか、そのクレイジーさが好きだから、うん。それをなんかツイートして、あとはなんか、かませないようにしてる、逆に。あの、知り合いの人の作品でしかなんかあんま言えないっていうか。そうだね。だから俺も、な山口さんとは一回読み切りで組んだから、ムーンランド。ムーンランドは、暑い際がむちゃくちゃ暑いから、ムーンランド暑いと思ったら、だからそのエレンと同じで、この回は暑いって。そうですね。やるよね。ほんとね、暑い回がうまい。うまい。ムーンランド。ジャンププラスの回し物。そうですね。まあ、まあ、ジャンププラスの回し物っすから、ちょっと。ジャンププラス1ミリですから。一味、まあ確かにだ。一味ですね。まあまあ、でも本当にマジでいいバイトだと思うから、あの、なんか。そう、もうおすすめ。その投稿してくる人はすごいおすすめ。わかんない。これなんだ、取り留めのね。なんなんですよ。わかんないけど、とりあえず、あの、一個確かなのはすげえ楽しかったです。じゃまた、あの、この騒動が収まったりとかしたら、あの、普通に、東京行った時にまた飯行って。行きましょう、行きましょう、ぜひ。そう、で、また、電車終わるぐらいまで飲もう。漫画の話しましょう、また。ありがとうございました。じゃあ、そんな感じで、1000人突破ゲスト、江藤さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さん、左利きのエレンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。またじゃあ、新規が始まったら教えてください。あ、はいはい。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、何